ようございます。さっき起きて今めちゃくちゃ眠いです。久しぶりにルーティン動画を撮りたいと思います。今日は約1日ぐらい撮影をずっとする日になっております。あと1時間後ぐらいに AD 君が来てくれるので、それまでにメイクをしてちょっと準備していきたいと思います。クッキーは昨日お風呂に入りましたね。昨日シャンプーしたもんね。ふわふわこちら編集中の内藤さつきと AD です。何これは喋る感じですか？そうですね、ちょっとここら辺の素材全然喋ってなかったんで、だって無言だもん。メイク中ですもんね。そうそう。これは一体？あ、これはね、 AD 君にはい、連絡してますね。あ、もうすぐ着きますよ的なあれでしたっけ？多分、はい、内容忘れたんですけど、はい、これは目のアイメイクですかね？あ、そうですそうです。これアイライナーやって、これマスカラ、ピョン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 みたいな。すごいギャルですよね。そうなんですかね。なんかギャルメイクは目指してないんですけども、なんかやるとギャルメイクになっちゃうんです。なんかね、あー待って、終わっちゃっためちゃくちゃカメラ目線じゃないですか、ちょっとカメラ撮れてるかなって気になる系女子でして。なるほど、はあ、じゃあそんなところですね。はいはいはい、はい、ありがとうございます。あ、いえいえいえ、 OK。 まだ時間があるので洗い物していきます。なんかもっといい画角があるはず。絶対やばい、マジで寝すぎてた。頭が回りますよ。待って、 AD 君から電話だ。ちょっと待って、洗い物してる。ちょっと待ってくださいね。え、どうしたよこれ。髪の毛で拭くのやべえな。え、どうしよう、スピーカーにしてみる。あ、お疲れ様です。もしもし。はい。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。今日この後撮影ですよね。あ、そうです。はい、お願いします。はい。今コンビニいるんですけど。はい。なんか、さっちゃんなんかいります？コンビニ。え、いいんですか？全然。どうしよう。何にしよう。え、なんか甘いの食べたいです。甘い系ですね。うん。OK です。やった、ありがとう。飲み物とかどうですか？あ、私水道水しかないんで。あ、麦茶。あ、お茶とか。あ、ありがとうございます。お茶とか嬉しい。 OK です、調達しときます。 ありがとうございます。はい。あ、クッキーがキャンキャン言ってる。あ、では失礼します。はい、はい、すいません。はい、はい、はい、失礼します。どうしたの？ということで AD 君が甘いのと麦茶を買ってきてくれるみたいです。めっちゃ嬉しいってことはもうすぐで来るのかな。ちょっと待って、早めに終わらせとこう。食器洗いが先か、AD 君が来るのが先か。わわ。で AD 君が来ると思います。嘘でしょ。 Oh my god。 あ、なんかいろいろ事故ってます。ね、今ここにいたじゃん、クッキー。ここに座ってるクッキーを撮りたかったの。例えば最近ね、雨が降ってて、お外に洗濯物をね干せないので、浴室乾燥があると思うんですけど、私の家浴室乾燥ね、手が届かないもんで、家にあるからさ、棒が。だから私はですね、ドアノブのところとか、あらゆるところにね、こう引っ掛けてますね、こう洗濯物を。こんな感じで、前までさ、ドレスがかかってたところあるじゃないですか、あそこにパーって洗濯物をね、こう干してる感じなんですけどね。やっぱり室内だとね、乾きにくいですね。もうだって干して2日目ぐらいだもん。もうこれはね、だいたい乾いたかなぐらい。でもここら辺がちょっとね、濡れてたりしますね。とクッキーの横にいるとさ、私さ、顔やばくない？大きさ。え、私がここに来るとクッキーもここに来るんだよ。ほら。で、いつもこうやってやって、こっちにテレビがあるから、こんな感じでね、一緒にテレビを見てますね、クッキー。まあテレビはあんま見ないんですけど、YouTube とかサブスクを見ることが多いですね。 AD 君はね、あと2分後に着きますって来てます。よいしょ。あれ来たわ。いいじゃん。
ってたんですよ。あ、そうなんですか。毎回狭くてすいませんね。あ、全然慣れました。あ、慣れましたって笑っちゃったよ。ということで AD 君が来ました。また後ほど。今ね、AD 君がこっちにいるんですけどね、なんと甘いものが食べたいということで、パピコ、はい、好きかなと思いまして。大好きパピコ。パピコとこの麦茶をね、買ってきてくれました。ありがとうございます。水道水しかないっていうね、ちょっとすごい状況らしかったので水道水もね、飲みやすいですよ。ぜひ一緒に飲みます。水道水遠慮しておきます。あ、いいんですか。ありがとうございます。大切に飲みますこちら。はい、やっほーい、さっちゃんだよ。今日は何するんですか。今日はさっちゃんの思い出を振り返ろうのコーナーです。おー、イエーイ、はい、イエーイ。上がるので、はいはい、そこの、まあ、コメント欄だったりとか、うん、あとあのショート切り抜きで使うところとかも明日とかまでにまとめといてもらえると。わかりました。あ、でそう、サムネイル用になんかインスタの写真とかをいい感じにこう、うん、過去のメンヘラなストーリーの写真とかをスクショして、うん、であのフォルダに入れといてもらえると助かります。あ、 OK です。はい、はい、ぐらいですかね。あとまあ次の撮影日がまたちょっと予定合わせたいので、はい、そこをちょっとまたカレンダー確認していただけるとスムーズかなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。またということでね、今 AD 君が帰ったので、私は AD 君に言われたことをね、あのしていきたいと思います。あとちょっとね、編集だったりいろいろネタを考えたりといろいろしていきます。はい、っていう感じで、この後も少しだけね作業していきます。皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。またね。